朝鮮大学校は、甲州広益市東区、質問王子309に本部を置く、大韓民国の私立大学である。1946年に設置された、大学の略称は、町大 CU。設立者が7万2千人にも及ぶ、世界的にも珍しい民立大学である。現在は、学生数約3万3717人で、人文、医療、情報、 エネルギー関連の分野で実績を上げている。数多くの研究所、研究センターを有し、教育、研究プログラムの内容は韓国でも有数のものである。なお、日本にある同盟の朝鮮大学校との関連性は全くない。朝鮮大学校では、個性教育、生産教育、英才教育の3つを見学理念としている。 創造的精神で人類社会に貢献することができる個性がある人材を育てる。教育のところと社会を連結する生産教育を通じて国家の発展に寄与する法治する専門家を養成する。幅広い総額支援を通じて優秀な資質を取り揃えた英在を育成する。広州広域市東区に本キャンパスである白亜キャンパスがあり北区 先端山岳キャンパスがある。朝鮮大学校の専門朝鮮大学校の白亜キャンパスは、甲州広域市東区、質問王子365に位置しており、約106万8743平方メートルの広さである。キャンパスの後は無頭山を挟んでおり、白亜という名称は、本館の建物が全体が白であり、白亜と呼ばれたことから由来する。また、 本館の姿がまるで鶴が翼を広げて飛ぶとする形に見えるとして、白鶴キャンパスとも言う。全長375メートルで、全世界の大学建物の中で、長さが長い本館の建物は、朝鮮大学校だけでなく、甲州校域市の象徴として1947年に着工された後、韓国戦争で建設に困難を経験したが、全教職員や府警が、 あらゆる混乱を押し切って、工事を推進して1954年完工された。混流当時には、中央5つの霧妻屋根で構成された建物だったが、数回の増築を経て、現在の19個の霧妻屋根の建物に発展した。2003年に、韓国大学新聞の美しいキャンパスベスト10に選定され、2004年には、本館の中央が、 大韓民国登録文化財94号に登録されており、2009年には夜間警官証明の工事で公衆公益史を象徴するランドマークで新たに生まれた。随席、ホール、学生会館、国際館、朝鮮大学校生活共同組合があるソルマル、ヘオルム館、航空宇宙、船舶海洋工学館などの建物があり、中央図書館前の運動場前面には、 人造芝サッカー場2面、ホッケー場1面、テニスコート4面などがあり、2007年代官民国全国体育大会など大規模な体育行事の補助競技場に活用され、2010年には露天劇場である1.8劇場が新たに整備された。近くに甲州都市鉄道1号線の南甲州駅がある。先端山岳キャンパスは、 公衆広域式宅先端鍵路208番道50に位置して学生現場教育支援、産学協力研究、産業体装備共同活用事業などを目的2005年1万平方メートル規模の大地に設置した技術集約型ベンチャー企業及び新技術事業を作り出してベンチャー企業応用及び商品技術開発に対する研究人材を 支援している創業保育センターと講習、全南地域の部品産業の技術基盤造成を、通した地域経済の活性化及び国際産業の技術競争力強化のために、産学研間共同機種を開発基盤及び技術協力体系を構築して、部品産業も関連がある先端の高価装備を購入などの事業をしている部品技術革新センターがある。その他に、 科用精密装備及び部品技術革新センター、先端部品素材専門担当者事業団、船舶海洋工学科がある。ありがとうございます。